吉田さん、無限といえば神ですね。神様といえば幸福の科学。今日もね、なんか置いてってくれました。ちょっと私のにない間に来世の幸福をつかむ。そんなね、未来に幸せになったってしょうがないんですよ。今幸せでない人がなんで未来に幸せを願うことができるんでしょうか。いや、私はね、今日幸せに生きる方法が毎日続けばいいんじゃないかなと思うんですが、将来の幸せのために今日が不幸になる、つまらなくなる、なんか我慢を強いられるってちょっと変だなと思うんですけどもね。まあでもね、大学受験みたいに嫌なことを一生懸命頑張って、で合格を願うってのもね、まあ悪いことじゃないと思うんですけども、そもそもこれにもちょっと疑問があってね、勉学を学びたいからそのために勉学をするわけでしょ。だって大学行って勉強するために受験勉強するわけじゃないですか。何なんですかね。大学合格したら勉強しないぞって決めてれば、そこまでの勉強はものすごく苦痛になりますけども、大学の勉強はもっと難しい、だからその難しい大学に通用するように試験があるっていう風なのが建前だと思うんですよ。じゃあ受験勉強って楽しいんじゃないですかね。いろいろなんかね、知ることができて、ということは来世の幸せをつかむという風な、来世の幸せを求める人も今日の困難苦難が幸せであるっていう風に感じれるはずなんで、じゃあ今が幸せなんだったら未来の幸せそこまでも大きく考えなくてもいいかなみたいなね、まあ、そんな思考にもなるわけですよ。まあこれまたね、ちょっとずつ紹介、あ、ほら、小学生でも読めるようにこうやってね、可愛らしいイラストと大きな文字でこうコミックボンボンみたいな仕上がりになってますね。まあでもこういうのね、すごく一生懸命作ってくださる人がいて、私に届けてくださる人がいて、うまいことできてますね。あの、興味のない人に届けていくっていうのが大事なんですよ。もう興味のある人にこれ身内で回し読みしてもしょうがないんでね、いつか扉は開かれるだろうということでね、私もいつかはね、幸福の科学になんかこう興味を持って入信するかもしれないですね、それはね、うん、まあもしかしたらね、別のことを優先してちょっと遅れるかもしれないですけどね、あの、また持ってきていただければと思います。はい、じゃあいってらっしゃい。